今回購入したのはライワークスのガというバリソンです。ステッカーとリストバンドが付属していました。このバリソンはとても入手難易度が高いので購入を諦めていましたが、運よく買うことができました。高級感のある木の箱に入っていますね。持ってみると質感も良く、何より見た目がすごいかっこいいですね。スペックについてです。重量が 120g と記載されていたのですが、実際に振ってみるともう少し重く感じます。軽く振った感じ、ハンニングなど半径の技がやりやすいと感じました。今回購入したガですが、日を明けて3種類のモデルが販売されました。販売されたのは神戸エディション、東京エディション、そして今回購入した名古屋エディションです。3種類販売されましたが、性能の差はありません。ブレードの刻印とピボットの色に違いがあるだけです。購入方法ですが、ドロップのタイミングは不定期で、かつ抽選など一応インスタで予告があるとはいえど、確実に買えるという保証ができるような方法はありません。ですので運とお金を用意する必要があります。ちなみに今回購入した神戸エディションはメールで応募し、アミラくじで当たった人が購入できる仕組みでした。値段はだいたい7万5000円くらいです。次に比較です。DRS のアルファビーストとスクイドインダストリーズのクラークラーケンで比較したいと思います。ガよりクラークラーケンの方が少し大きいです。大きさはアルファビーストと同じくらいですね。ハンドルに開いている穴はデザインとしてはもちろんのこと、滑り止めとしても優秀です。穴のデザインは切ないに似ていますね。また閉じた状態の長さはクラーケンが少し長めで、アルファベーストと同じくらいです。このガは最高の振りやすさなので、チャンスがあればぜひ購入してみてください。